どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、こちら反ロジドネ連合 VS アンネブレブレブレスみたいな感じなんですけれども、まあね、そのロジドネさんと反ロジドネ連合が戦うというですね、企画でちょっとマッチング1回目失敗してしまいました。そこでですね、まあロシアのクランさんと当たったんですけれども、まあ強いですね、強いです。あ、まあ強いのかな、まあ強いですね、まあ普通に強いです。そしてこの度反ロジドネ連合さんのマサヤさんがですね、すごい星さんを取ってくださいました。そちらを見ていくことにしましょう。攻撃側マサヤさんということで、はい、この村見てください。青壁、防衛施設カンスト、そしてヒーローもカンスト、まあ火壁がちょいあるぐらいで、もうこんなベースから星さんですよ。早速リプレイを見ていくことにしましょう。まずですね、今回めちゃくちゃ流行りのクイヒアチャヒと呼ばれるものですね。そうですね。どっちから出てくるんですかね。多分右からですかね、これ。あ、右から来ました。アーチャークイーンを出して、後ろにヒーラーを3、4体つけましたね。はい、そうですね。そして、アーチャークイーンを出して、アーチャークイーンをどんどん回していくんですよ。まあ、編成見てもらえばわかる通り、アチャクイハイブリッドですよね。まあ、アチャクイ、クイヒーをやりつつの、まあ、ホグラッシュとか、まあホグを回していく形もあるんですけども、今回はハイブリッドでやっていくという形でございます。ここでですね、まあ、アーチャークイーンがもうこうずっと回復し続けて無限大かと思いつつ、秒間ダメージが高くなるとですね、アーチャークイーン死にます。そのヒーラーの回復が追いつかなくなってしまうので、しっかりとその秒間ダメージとかも計算しながらですね、おそらくプレイされていると思いますよ、これは本当に。そして、アーチャークイーンで2つの部屋を破壊した時点で、このようにジャイアントを出します。このジャイアントというのは、その秒間ダメージをね、極力減らそうというためのジャイアントでございます。ここでまあ、まあちょっとアーチャークイーンハテナになってますけれども、巨爆がここにあるんですね。これクイヒー対策ですかね、これは。はい、そしてここでウォールブレイカーを出していきます。しっかりとですね、アーチャークイーンにウィザードのターゲットが行った瞬間に出してるんですよね。さあ、ここで11時の方向、バーバリアンキングとウォールブレイカーで一つのブロックを破壊しました。このやることによって、ラバハウンドがですね、一直線で、動いてくれるんですよ。バルーンも一直線で動いてくれると。要するに、バーバキンを使ってのサイドカットっていうことなんですよね。これは本当にね、上手い人ならではの方法ですよね。さあ、ここで、本体のラバハウンド、空軍部隊と共にですね、後ろからも裏バルとして出していますよ。いや、これはね、いや、本当に、うまいとしか言いようがないですよね。もう、なんかもう、すべてのノウハウと言いますか、ここでこうしなくちゃいけない。例えば、秒間ダメージであったりとか、あとはそのサイドカットであったり、このヘイストの使い方もですよね。もう、ベースを見極めて、ここはここで、これはヘイストを使って、みたいな感じで、しかもさっきのウィズ島がそのアーチャークイーンにターゲットが行ってからウォールブレイカーを出すっていう、一つ一つの細かい作業が全開にまあ至れるということですよね。タウンホール10の戦いにおいて、やはり私もですね、タウンホール10の戦いでですね、まあ今ヘビーメーター攻めとか、まあ基本的にはまああとはそのね、まあ削ってからの5ワイプでこう全開対策陣を星2とかやってますけども、やはりこういう攻めは本当に努力必要ですね。私もですね、こういう攻め、本当にそのね、もう家庭法的な、家庭系じゃなくてですね、もう未来系としてやっていきたいかなと、やれればいいなと思っております。ということで、ぜひともですね、皆さん、この攻めをですね、やってくださいと言って、こう、私の動画を見てくださっている方が何人この攻めをできるのかわかりませんけれども、ぜひとも、交流を目指して、私も頑張っていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。